知らなくて歌うんだ。すごい人力感がすごいええやんな。さあスタジアムにお集まりの皆さん、スタジアムインタビューに参りたいと思います。見てくれたのはもちろんこの方、ヤカタミユ選手です。ありがとうございます。ありがとうございます。試合前がめっちゃ走るよ。ゴールは決めて本当に嬉しかったんですけど、あそこまで、チーム全員で、ゴールを守ってつないだゴールだったんで、本当に今日の得点はチーム全員のゴールだと思います。何にしても素晴らしいゴールでした。アディショナルタイムで、ね、決めたっていうところでご自身の役割を果たされたわけですが、改めて振り返ってあのゴールシーンはいかがでしたか？ロスタイムっていうのもあったんで、本当にゴールだけしか自分は見てなかったっていうのもありますけど、そこで、ミツとアヒロミと目が合っていいゴールが出たので、本当にあとは流し込むだけでした。面白いゴールでした。そして先ほど、ね、お祝いもされていましたけれども、改めまして本日24歳のお誕生日おめでとうございます。
それでバースデーゴール決めるっていう、もう約束通り、いかがですか。いやもう本当に試合前から、たくさんの方々にバースデーゴール期待してるよっていうメッセージがあったからこそ、そのパワーをもらって決めるだと思うんで、本当にたくさんの方々のおかげだと思ってます。本当にありがとうございます。お母さん、お父さん、いつもありがとう。お父さんもお母さんも見に来られてるということで、最高の勝利を届けられました。そしてなんといっても、今日は2023年のラストマッチでした。いい形でお正月、新年、みんなで迎えられそうですね。そうですね、もう本当に最高です。忙しいな。集合写真入れてもらえへんの。いつものも。いつものも。2023-24 シーズン、 B リーグの後半戦は3月2日から